うまくもないけど下手でもないハム太郎。まあ、今日の動画なんですけども、追憶の書庫でね、願いの力が発動できるようになったんで、まあ、それがどの程度火力が上がってるかを見せるのと、それによって得る恩恵、こんなものがありますよっていうのを説明していこうと思います。まあ、第一で、願いの力。まあ、願いの力自体が、使ってるキャラクターの攻撃力が上がったり、弱点効果が上がったりと、かなりね、強化。自身のキャラクターを強化した状態で使うことができます。で、さらにね、ガイドが出ることによって、私みたいな PS のない人間でも難しいショットを簡単に決めることができたり、あとはスペシャル報酬が2倍になってね。ガチャゲンは1ぐらいでいいと思うんだけど、まあ、運極いっぱい積めば、すげえスピードで運極が作れます。これって前にね、ワートリコラボでもあったんですよ。似たようなことが。サイドエフェクトが、強くの処方で使えますよって、その時もイカれてたけど、やっぱね、これ、イカれてるね。マジで。とんでもない速度で回れます。だサブアカ持ちの人とかだったら、4端末使って、多分ね、秒速でクエスト終わっていけるんじゃないかな。まあ、パン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 ぐらいの勢いで。で今これ試しにね、マドカ使ってるんですけど、マドカって、このナオヒに対して向いてないんですよ。ワープとダメオがメインギミックだから。だから、本来であれば、こういうね、まあ、友情ご了承しなければ、苦労するクエストなんですよね。ただ、全く苦労がない。ただ、友情出したら終わるから。ありえません。本当にありません。ねえ、ほんそれなぁ。はい。もう、秒じゃん。ほんまに秒じゃん。じゃあ、終わろっか。うん。全部いってたね。はい。あ、ボコ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 、終わりー。これが、願いの力のスペックですね。まどかの力をもっとすれば、願いの力なくても、これできたかもしれないんだけど、知らん。俺別に直樹やってないし。知らんけど、多分火力が半端ないってことだけは伝わったと思う。一応これ爆絶よ。一応ね。どうなん？すごいっしょ。多分タイムすごいっしょ。はい。早い。バイバイ。